武蔵を長年追い続けている忍者。アルカム砦のどこかにこっそり隠れている。忍者は性能的に戦士に似ているため、王都では活躍の場は少ないようです。大事件が起こると、遠く、東の異国から、馳せ参じる謎の剣士。登場するのが最終版で、侍も戦士と似た性能な上に、攻撃力が戦士よりも劣るため、一体も倒すことなく、終戦となってしまいました。フリージュやソウルスチルなど攻撃系の魔法が得意なエルミド国の王級魔導士。王都では魔術師は魔法運用の下手さでかなり不利ではあるが、同じ魔術師のナターシャと比べても活躍度50以上が一度もないというひどすぎる結果でした。サイプレス軍サンバカトリオの一員。ガイデン1同様、ガイデン2でも、オートでの戦士不遇は相変わらず。ガイデン1のルースと違って、転職はできたので、かなりマシではあったが、やはり、戦闘では、ほとんどついて回るだけでした。イオム軍の隠し砦での弱点を知る、ドワーフのウォリアー。やはり戦士ということで、厳しい結果となってしまいました。同じ戦士のアーロンよりは上でしたが、誤差の範囲内。登場時期も遅いので、むしろ、使えなさ具合は上とも言えます。クレードに続く、サイプレス軍ダチョウクラブの一員。最序盤では、唯一の回復要員として貴重だが、その役割を失ってからは、攻撃も回復も中途半端で、これといった活躍は見せずに終わります。サイプレスの隣にある、ディムスの町の僧侶。女好きの長草坊主で、ガイデン3では、ルースといいコンビとなる。オートでは、サポート専門キャラも、魔法の運用が下手くそですが、ガイデン1よりは、マシな気がしないでもなかったです。ガイデン1の主人公ですが、最終戦でゲスト参戦してきます。
外伝1では無口でしたが、2ではえらくよく喋ります。遠距離編集以外は大して活躍できない最終戦のみの参戦ですが、イオムの本体には彼の一撃が必要です。外伝1の主人公、ニック王子のいとこで、優秀な魔術師。ゲーム中盤では、別動隊のリーダーを務めます。序盤にそこそこ活躍するものの、後半はパンチ力不足になる。という、外伝1のエンディと同じ推移をたどりました。外伝1に続いての登場となる、サイプレスのかつての王宮戦士。外伝2では、軍師となったメイフェアとのイチャイチャがたびたび見られ、その関係性は気になるところ。終盤での登場なので、外伝1ほどは活躍できず。そばかすがチャーミングなケンタウロス族の騎士。全体的に優秀な騎士の中では最下位という結果に。中盤でやや伸び悩みを見せて、火力不足だった時期があり、それが尾を引いてしまいました。外伝2では、唯一のオーラの使い手。オーラを習得するレベルも低いので、最終盤でオーラを覚えてくれましたが、ヒールかヘルブラストしか使ってくれません。とはいえ、サポート系キャラでは最上位でした。仕事をサボっては、幼馴染のアンジェラにどやされている、サイプレス軍転覆トリオの一員だが、そのくせ、きっちりとやることはやる男。特に、序盤はエース級の活躍を見せており、終盤まで、そつなく戦い抜いてくれました。外伝1に引き続きトップ5にランクインしました。外伝2では唯一の飛行ユニットながら、最前線で体を張れるだけの防御力もあるので、かなり重宝します。オートだと宝箱開けができないというのが数少ない難点です。外伝1に引き続いての参戦となる、サイプレスの元王宮騎士長。外伝1に続いて上位となり、その優秀さが改めて証明されました。やはり、他の騎士と比較して、防御力が高いというのが秀逸です。外伝2の主人公ながら、3位という結果に甘んじてしまいました。
序盤に今一つだったのが響いてしまった感じですが、衝撃波数に関しては最上位となっており、主人公の面目を保っています。イオム軍に騙されて覇者の剣を盗んだティムス村の住人。遠距離兵種の強さはガイデン2でも健在で、主人公を上回る活躍を見せました。同じレンジャーであるガイデン1のストックと比べてスペック的にも優秀です。エルミド国で部隊長を任されていた優秀な弓兵。というわけで遠距離兵種のワンツーとなりました。ソウルスチルで倒された以外は全て55点以上という圧倒的な優秀さで、文句なしの最強キャラとなりました。こうしてシャイニングフォースは壮絶な戦いの末、イオムという悪しき邪教の国を打ち破り、ついにサイプレス国には真の平和が訪れたのです。そしてまたサイプレスを出発した二人は新天地を目指し遥かな旅路につきました。